これはいい眺めだ。本当に、あの、昔のこの戦隊ロボってさ、母ンと、このメカの組み合わせうん、これが最高です。ボタフの秘密基地動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちゃは、これだ超電子バイオマンビッグスケール、バイオドラゴンだ お <laughs> ー、全国のガンゲロ、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっ子もぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こうこれはね、バイオロボの2位変形合体する、バイオジェット1号、2号を格納できる、ボカになっています。バイオロボ。そして、今回のバイオドラゴンは、スーパーミニプラでもね、発売予定があって、 いやー今、ちょっとタイムリーかもしれません。早速、パッケージ見ていこう。でかいですね。子供の頃にね、ロボと母ンを買ってもらえる、あのー、ちびっ子はね、相当ブルジョアだったと思います。まあ僕はね、買ってもらえなかったね。というか、買ってもらえるチャンスはあったけど、その年のね、クリスマスプレゼントはね、ビデオ、ビデオ戦士レザリオンの、<laughs> フルアーマーレザリオンを買ってもらいます、あの、サンタさんからね、もらった記憶があります。パッケージの背面。このバイオドラゴンは変形します。これが超次元戦闘母艦の秘密だというわけでね、こう格納できたりとか、こうね、すごいこうギミックがあってワクワクします。この空母の状態にね、変形するわけです。さあ、それではね、早速取り出します。バイオドラゴン発進 じゃーんこれがバイオドラゴン早速見ていこうもうこのフォルムさ、もう直撃世代の僕にとっては本当に懐かしいんだよね。手で持つとこんな感じ。これね、箱箱しい感じですね。 で、名前が培養、ドラゴンなんだけども、まあ、特にその、なんだろうな、動物ドラゴンのなんかがあるっていうわけじゃないけど、昔のその巨大母艦ってね、あの、動物の名前シャークとかね、バル、え、ジャガーとかね、こういろいろ動物の名前があったんだよね。で、ドラゴン。うん、こんな感じです。で、この状態でも殺そうができます。 うんこの少し焼けたブルーに、えーえー、同じくね焼けたホワイトちょっとねこうスイッチがいっぱいあって色分けがシールで本当にたまんないですここにミサイル発射ギミックミサイル発射こんな感じでねミサイルを発射させることができますで本体の裏面はこのようになっていて着陸脚がありますこれも展開しよう これね、展開するとロックがしっかりかかります。こういう感じ。あ、ちょっと見えなかったかうん。こういうところがね、しっかりしてて。素晴らしいです。じゃん。着陸客を展開するとこんな感じ。ちょっとね、大きくなります。この状態でもね、コロ走行ができます。さあ、それではね、空母モードに変形させよう。 ちなみにバイオジェットたちはね、まだ中に入ってないです。行きます。まずはウィングを上に起こす。そしたら、ここの赤とメッキの部分。ここがね、スライドします。こういう感じ。これはスライドさせると、このスラッサーが出てきます。反対側もどうよ。こういう感じ。で、尾翼を折りたたむ。 さあ、そしたら、正面。この中央部分のスイッチを押すと、このようにね、え前に展開できます。この赤いやつはね、ここここの引っかかってるロックが外れるわけですね。そうするとこんな感じ。このカバーの部分もスロープのようになってて、かっこいいよね。そしたら、車体を裏返し、この中に入れる感じですね。少し開いて、このように入れます。 これの目安は、よーく見るとね、ここにポッチがあります。これ。ここまで、えー、持ってくるって感じですね。こうするとお、えー、正面のね、パネルが完全に隠れます。はあ、かっこいい。<laughs> 本当はここにね、バイオジェットたちがね、こう入ってるわけです。さあ、そしたら、天面カバーを開く。こう。これ、ね、劇中で発信するときすごい印象深いんでね、こういう感じで、一旦開き、 ここの奥の中にね、ロックがある。このように外す。今のロックはね、こことここでした。このロックを外し、下に下ろしたら、バイオジェットがね、動かないように中で固定するパーツです。これを内側にしまい、これを、こっちに持ってくると。ロック外すときは、このスイッチ。このスライドスイッチでね、こうロックを解除します。ここで、ここまで持ってきたら、こことここ。 反対側にもね、あ、後ろ側にもあります。二箇所を、ロック。こう。さあ、そしたら、反対側。反対側も同様ですね。ちょっと見えないかこ。ロックを外し、今度はね、こっち側にあれがあるんですね。環境っぽいパーツ。これを反転。こっちに持ってきたら、このパーツを内側に密着させて、ロック。で、こっち。 ですね。このようにロックさせます。そうするとこんな感じ。で、さらに、環境の部分にアンテナがあります。アンテナをゆっくり、前方に持ってきて、この後ろは、このようにします。そうすると、じゃーんこれで完成クーボモード結構さ、変形パターンがいっぱいあって、めちゃくちゃ興奮します。 ああ、いいね。ここ、あの、バイオマン、バイオドラゴン。さっき、あのー、あ、まあ、後でね、お見せします。ここが、こう、文字がね、繋がるところとかね、本当に素晴らしいですね。で、さっきのミサイルは、この、えー、空母モードでも使えるという感じです。で、これが、えー、バイオジェット1号がね、あ、2号か。2号の固定用パーツです。えー、さっきのモードの時は、これが押されてる状態だったんで、こう、常時、ここにある感じ。 こういう感じでねスイッッチのギミックもありますいいねこういうところねこんな感じでこうステッカーでね再現されていますこれ一体感が素晴らしい後ろから見るとこんな感じこう左右で少しデザインが変わっているところも面白いですこのパーツがねちゃんと出てくるってところがいいこれもうちょっと近くで見てみようか本当に細かい部分まで再現されています 昔の玩具って、あのー、容赦なく、子供が遊ぶんだけど、これだけ細かいパーツも入ってたりするんだよね。その当時のちびっ子が、何を喜ぶか、何がすごいかなって思うかっていうのをちゃんとこう、分かってやってる感じがいいよね。うん。素晴らしいです。この状態でももちろん、コロ走行ができます。バイオジェット2。 ここの部分に、こうランディングギアがね、ピタッとね、噛み合います。ここめっちゃいいよね。こそれから、バイオジェットワン。これもランディングギアを、ここのくぼみに合わせます。このように乗せれば、おー格納完了ちなみにね、バイオロボには、レッドワンのフィギュアもね、付いてるんで、ちょっとこれも置いてみようか。ああ、スケール感が半端ない。 これはいい眺めだ。<laughs> こんな感じになります。本当に、あの、昔のこの戦隊ロボットってさ、母ンと、このメカの組み合わせ、うん、これが最高です。このすっごいちっちゃいフィギュアをね、ちゃんと格納できるとか、うん、こういうところもたまんないです。バイオジェット1発進バイオジェット2発進ちなみに、 元に戻すときは、えー、格納するときはね、ウィング。これを、バイオジェット2は折りたたみ、ロック。固定ロックの。をこれをね、展開させる。これでね、中で動かなくなります。で、バイオジェット1。ここに置くと。 これで格納完了うーんこの状態で持ち上げるとねかなり重量感があります各部ねロックパーツがあったんでねこの中でねぐらつくことがないっていうのが素晴らしいいやーこれはね無限に <laughs> 開けたり閉めたりできるね 一往復が楽しい。というわけでね、せっかくなのでね、バイオロボに合体させよう。合体、ハイパークロス。ダイジェストで、どうぞ。 合体完了バイオロボバイオドラゴンとね、一緒に並べるとこんな感じです。うん、このバイオドラゴンがね、どれだけ大きいかがよくわかります。一応これは母艦なので、やろうと思えばね、こんな感じで、バイオロボを上に乗せることもできます。うん、これはやっぱり玩具ならではっていう感じの遊び方ですね。一通りの遊び方は、こんな感じ というわけで今回の超電子バイオマンビッグスケールバイオドラゴンのレビューいかがだったでしょうか直撃世代の僕のね、ガングヤロのお友達のあなた一緒に楽しんでもらいましたかタイムスリップできましたかねもちろんチェック直撃世代じゃないあなたにとってもね、戦隊が好きな人にとってたまらない一品であることはね、あのよくわかっていただけたと思います。本当によくできていますね。 さあ、冒頭でも言ったんだけどね、これが、スーパーミニプラの方でね、え、こっちがプレミアムバンダイ限定で発売されて、このバイオロボは一般販売されるのかなそして、バイオマンたちの永遠のライバル。 おのれ、バルジオンさえあればのあの人ですね。えー、バイオハンター、シルバ。そっちもね、えー、ショードの方で、えー、プレミアムバンダイでね、えー、予約が始まりました。いや、バルジオンとかもね、今後出るかもしれないし、あとはね、バイオマンたちもね、あの、アクションフィギュアで発売されるかもしれません。まあ、今ちょっとね、世間で、バイオマンが熱い。 まあ本当に僕にとって直撃世代なんで、こういったリリース、アイテムがリリースされるっていうのは嬉しいです。あとはこのデラックスといえばやっぱり本当になんか僕にとってずっとノスタルジーな。うん、買ってもらえなかったけどね。両方買ってもらえなかったけど、やっぱり、えー、小さい頃ね、バイオマン本当に見てて大好きでした。あの、たまにバイオドラゴンに乗ったりみんなをサポートするね、ピーボ君っていうロボットがいるんだけど、うんやっぱりなんか僕ピーボ君もすごく好きでしたね。とにかくバイオマン大好きです。<laughs> まあね、もちろんこれからもね、ずっと 大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 一緒に遊んだ気になった、タイムスリップしたぞという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、LINE、公式アカウントがあります。もしよかったらね、お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、おたかー俺はバイオマン超激世代だよとか。 あ、今度のスーパーミニプラ買う予定あるよとかね。あ、オタファー、僕は直撃してた戦隊がこれだよとかね。他にも、オタファー、次はあの戦隊のあれをレビューしてくれといったリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでしたまたねー ガンの「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤憧れてた夢のトランチモールワタフォロー」「わかの君つきん